中学入試、冷静に考えれば難しくはない日常問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。 A 中学校がトーナメント方式の大会に出場します。この大会には90校が出場し、このうち52校が1回戦から出場し、残りの学校は2回戦から出場します。 A 中学校は1回戦から出場しますが、優勝するためには何勝すればよいでしょう。では解説をします。1回戦で勝った学校は52÷2 で26校です。2回戦からの学校は 90-52 で38校であるから、2回戦は全部で 26+38 で64校です。あとは上のように半分ずつ消えていき、A 中学校は1回戦から7回戦まで勝てばいいので、7勝すればよいことになります。おまけ問題です。連続した5つの整数の積が244-1880 であるとき、これら5つの数のうち最も小さなものを答えてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題を解く方法を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。